はい、というわけで、はい、レプタイルズ東京の YouTube チャンネルの時間でございます。はい、はい、私レプタイルズ東京名古屋店の店長の竹花です。ご無沙汰しております。はい、でアルバイトの美咲です。はい、よろしくお願いします。今日は何をするの？なんか新入荷が入ったらしいので、それの紹介ですか？ね、カナダのボンパターソンからね、カーペットパーティーとか、まあ、その他ちょろっとね、新入荷来てるんで、まあ、ちょっと今日の動画では簡単にね、それを紹介させてもらおうかなと思います。もうご存知だと思うんですけど、この動画が公開された週の週末かなくらいにライブショップでやるんですけど、まあ、そのライブショップにね、そのボンパターソンの新入荷、まあ、たくさん出る予定なので、まあ、そういったところもね含めて、ライブショップの悩みのライブショップのさ、その生態を悩む時の参考にねしてもらえればいいかなというところで、じゃあ早速やっていく、やっていきましょうか。はい、じゃあちょっとここから本編入りますので、皆様ぜひゆっくりとご視聴ください。はい、はい、ゆっくりと。はい、というわけで、はい、新入荷ね、パターソン便の最初の一発目、こちらブラッドパイソン、はい、スマトラブラッドパイソンの、はい、スーパーブラック血統、スーパーブラックっていう風な血統のスマトラブラッドパイソンなんだけど、まあ、何がスーパーブラックかと、まあ、言うと、成長に伴ってね、そう、黒くなる。まだちょっとあれですね、まだここから成長するにつれてどんどん変わっていくよって、で一応、まあ、ドンの方も、まあ、実際どういうものなんだというふうに聞いてみたら、正直変わらんこともある。あ、このままあんまり変わらんこともあるけど、はいはい、まあ大体もっともっと黒くなってくる、うん、でなんか頭もね、クロームヘッドって言ってね、なんて言えばいいんだろう、クローム、クローム、なんか黒、なんかちょっと光沢のある黒みたいな、うん、風になるような個体もいるらしくて、結構だからその成長した後の姿っていう、のが、まあ、ちょっとね、はっきりとあんまり言い切れないんだけど、まあこの手のさ、このブラッドパイソンの探し、わかる？わかんないです。マライアンブラッドパイソンとスマトラブラッドパイソンというのと、まあ、これね、スマトラ、はい、あとボルネオブラッドパイソンというのがいるんだけど、マライアンブラッドパイソンというのは赤いのよ。ああ、そうそうそう。で、ブラッドパイソンの由来になっているヘビなんだけど、ブラッドパイソンってさ、なんでブラッドパイソンなのって話になった時に、昔は噛まれて流血するからブラッドパイソンだったなんだけど、実際のところブラッドパイソンっていうのは、そのマライアンブラッドっていうのは赤いんだよ、その赤さからブラッドってきてる、血みたいに赤い。そうそうそう、だからね、別のね、英名でブラッドパイソンなんだけど、別の名前で、別の英名でショートテールパイソンって、ちょっとね、これ今ね、隠れちゃってるからあれなんだけど、ほんと尻尾がすごい短いんだよ。でまあこれ、まあそれは全然それは置いといてでさっきマライアンは赤いって言ったよね、はい、でこのスマトラとかボルネオっていうのは結構色味がね、いろいろあるんだけど、結構黒くなるやつがちょこちょこいて、ワイルドとかでも黒いやつとかは結構みんな、まあ人気高いの。なんだけど、それってワイルドじゃん。確かに。これ CB なの。だからで、ワイルドのブラストって厄介なやつ、ほんと厄介だ。まだおとなしい。そう。まあブラストらしくね、ポンポン来たりしたら、だけどさ、それってボールとかカーペットと一緒で。一緒ですね。だけど、ブラッドの場合、なんでそれが余計怖く見えるのかって、太短い、ボールとして太短くていいんだけど、ボールはさ、首伸ばしてくるんだじゃん。はい、こいつは体で来るますね。そう。だから怖く見えるだけで、だから別にそんなにね、荒くては使えないよってことはもう起こらんかな。ただ、そのマレアンとかと一緒のね、いわゆるブラッドパイソンってめちゃくちゃ太くなる。で、この、スマトラとか、スマトラも当然、ものすごく太くなる。一番太いところで、こんな今、まあ今ここで俺らが手とか全く画面映ってないんですけどね。だからすごくね、太短い、なんかもうすんごいすんごい土の子みたいになる。土の子。確かに。
そうで結構ねこれこのねスーパーブラックっていうのが昔も1回入ってきたことがあって、うん、でその時の子で結構大きくなった時にかなり黒くなったよっていうような話も聞いてるんで結構、ね、ずっと待ってて、うん、今回トリスを乗ったんで、うん、まあ、あもそもなく全部買うぞって成長に、そうでも何年ぶりなのもう 4,5 年ぶりになるのかな、うん、だからまたどうせ、ね、CB ものってやっぱ次があるって思いがちなんだけど、ちょっとね今回本当に久しぶりに入ってきててまた次があるかどうかもちょっとわからないっていうところ で、ね、まあねブラッドっていうとどうしてもねこのスペース的になかなか広いスペースに必要になってくるからまあなかなかねその買うのも大変だと思うんだけどなんかブラッド来てほしいなっていう人にはすごいおすすめできるかなっていういいですねちょっと楽しみですもんね、うん、やばいこんなに片手一匹でこんな片手っていかんばとまだまだあるんだ尺は有限なのよというわけではい次に行きまーすはい、はい、次さっきはブラッドパイソンのスーパーブラック、はい、で今度はアマゾンツリーボアのスーパーレッドキャリコ赤が入りましたそう黒の次は赤でね黒と赤っつったらね中二病御用達のカラーリングなわけなんですけどもでただねスーパーレッドっていうにはちょっと黒多いじゃん、はい、うんなんかもっとさ真っ赤なのを想像してると思うんだけど、はいはい、これって性差なんだよ性別差なんだよ、メスの方が、はい、黒が出やすいうんでこのねスーパーレッドって呼ばれてるのも過去に何度か入れたことがあって、はい、それこそ目が覚めるぐらい真っ赤なやつも入ったことあるんだけど結構な割合でねちょっと奇形だったりとかよくない、まあ、まあまあまあ全部が全部そうだとは言わないし、うんうん、けどまあそういう率が高くて、うん、でなんでもしかするとまたで結構これも久しぶりなのよ、はい、何年ぶりだろうな 2,3 年ぶりかな入ってきたのが初めて見たよねはい初めてですよ、うん、だからその前だから入ってきてるのが、うん、だからおおこいつもアグレッシブだなだからもしかするとねそういうところの改善をするために一回戻してるかもしれないね、うんただねこれねそこまで、はい、見てもらうと分かるんだけどさ目がすごい色してるんだよ普通にでかくて可愛いですよ顔はそうそうそう目でこれでさ目これ、はい、これ黒に見えるけどさすごい濃い赤なんだよねこれ、うん、まあだからこれ今回来たのがメスあーオス1メス2かなでこれはその、うん、メスの方が黒くなるって言ったんだけどこれオスなんだよ、うん、でもってことは、まあ、これ以上黒くはならんでしょう、うんうん、オスの方だったら、まあ、分かんないけどねそこも含めてでこれもそのドンの増やした答えだからドンに聞いたんだけどオスに対しての元気はなかっただからメスの方は黒くなるよ、うんうん、黒くなりやすいよとは言ってたただそれを言いたから送ってきたドンの写真のメスにめっちゃ赤いねん多いやんおっとまあ、ただねそういう個体もドンが持ってるから例えばこの子を、買って、はい、ねやっぱもうこんだけのものになるとじゃあ当てる相手は何よって考えたら基本は、まあ、同じものを当てる形になると思う、うんうん、っていう時にじゃあこの次にはねもっとクオリティ高いも入ってくるかもしれないしそうですよ、ね、ただその先に手に入れておいて大きくしとくっていうアドバンテージはものすごいやっぱり大きいからブリードシーンにおいて、ねうんうん、そういう意味でね先々を見据えて今っていう風に選んでもらえるとすごいいいかな、まあ、そんなねブリードの言わなくてもむしろかっこいいし、ねうん、いいですねこの大きいのかっこよくなりそう、うん、そうなんかさ思うんだけどさこのさ真っ赤一色も当然かっこいいんだけどさ赤と黒ってさいいですねこのそう分かるでしょこの赤と黒俺昔だってあれだよ若いから二十歳ぐらいの頃か、はい、赤黒のチェックのロングコートとか着てたからねでも赤は確かに赤黒のチェックのロングコートに、はい、手首のところ空洞がついててフードの周りと手首のところと、はい、裾のところに真っ黒のファーがついてるやつ多分ね8割で飼ってる人がね、うん、それが好きって思うんです赤いです赤いでもこれ本当にね現物見るとめちゃめちゃかっこいいし、うん、でアダルトになると結構でかいのよ長さは結構長いんだよ、うん、本当に個体によっては2メートル近く2メートル超えることもあるかな細いんだけどねはい見てます、うん、だからね迫力はすごい出るから
で結構そのこの辺のやつだと絵付きが心配だっていう人もいるんだけど、まあ、これも、ね、そうだから結局その CB の強みよ、ね、うん、あ確かにそうですね、うん、もうめちゃくちゃ餌食べてるからでそこも含めてね全然安心して手出していただけるんじゃないかなというところで、うん、ちょっと紹介あブレるピントが合わない急に動き始めるブレる、ね、かっこいいよねもう一匹 ね、 いいですねちょっとまあこれね複数匹来てるんですけどもうちょっと参考にねめっちゃやる気満々なんや参考にね別のメス個体のちょっと黒み逆に黒みが強いやつ、はい、ちょっと、うん、いますねこの子は赤い方です、ね、そうこれ赤い方これオスなんですよ、うん、でメスが2匹来ててこっちがメスのより黒いやつなんだけど、うん、これはこれでかっこいいじゃんかっこいいですそうですねいやいいですねしかも白もさ黒が強く出てるから白も生えてさ、うん、めちゃくちゃかっこいいよねいやっていうかかっこいいなこれ今の首元めちゃめちゃいいです、ね、これめちゃかっこいいなこれ映り分かってますね分かってんだけど引っ込んじゃったか分かってねえわ体の後半はね、割とちょっと、うん、地味な感じだけど、この辺とかね、めちゃくちゃかっこいい。いいね、あ、これめちゃくちゃかっこいいな、これ。でも、そうじゃねえんだ、ポーズ。隠れて。お前、ね、もう一匹メスもいてね、そっちはね、どっちかって赤が強いかな。うん、そうですね。っていう風にね、結構選んでいただけるぐらいの数も用意しているので、しかもこれ、うん、さっきのブラッドと合わせて、まあ、ライブショップ出ます。はい。はいそうライブショップで話すのここで話すとダメじゃん俺本当ですねしっかり やっちまったなよしじゃあこんなもんにしとこう、はい、じゃあねそろそろここで、まあ、まあこんな感じでねちょっとカーペット以外にも面白いものが入ってきてますよっていうところでじゃあここからまあちょっと本ちゃんのねカーペット行こうと思うのでちょっと場所移動するので皆様お待ちくださいはいというわけで、はい、カーペットですよはいどう今回のカーペットすごいどういうあのな取る数が多いだからもうちょっと語彙力をなんとかせよ難しいです伝える なんていう、まあ、数はめっちゃ来てますもんね普通数も多いし単純にさ今回さ今これ映してるのもそうなんだけど、はい、ジャングルの質がすごいねうん今回ねジャングルが何匹いるこれ20はいる15近く、うん、か15でも3列そうだね行ってますよしかもそれが全てデリアライト、はい、いや見た時ちょっと笑っちゃいましたすげえなすごいでこれね今ちょっと動画とね今映してるこの個体なんですけど現物はねもっと綺麗なんですよ、うんなんか黄色がね色味の補正でちょっとね、そうですね黒っぽく映っちゃったよね。うん、だからこれこのクオリティこれ以上のクオリティの子ってなんかマジで選べるぐらいいるから。今回だからなんだろうその幅の広がりっていうふうに見るとそう広いわけではなくて、うん、あの同じものが複数匹入ってきてるそうです、ね、ところがあるんだけど、でもこのクオリティのジャングルでね十何匹から選べれるって相当よね。うんいいですね好みのが見つかりそう、うん、もうでどの頃を見てももうしっかり黄色いししっかり黒いし、まあ、じゃあ将来全然大丈夫だよねっていう目先じゃないにカーペットの中だったら何が一番好きなのジャングルっていうとこじゃん目先じゃないにカーペットの中で何が一番好きなのいやでもジャングルやっぱかっこいいですねジャングルかっこいいよね、うん、こんだけ見て飽きないですね結構だからさジャングルだけで並べといてもね全然本当に全然違うからいい、ね、そうですはい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 で流し見では終わらない、ねはい、こんな感じでねジャングルのデリアラインがねマジで選べるぐらいいるんでだうちも結構さこうジャングルはねずっと継続して取り扱ってきててだけど、うんね、こんだけ同じラインものが並ぶのは初めてだよねそうですねちゃんと書いてあるなんでねちょっとねこれ本当に今ねジャングル探してる人はぜひうちに来てほしい、うん、本当に多種多様すぎてそうジャングルなんだけどねそうなんですよねそう本当にねこの子は比較的ねまあ、柄は若干乱れ気味だけどまあこの中で言うならわりかしベーシックな感じの子なのかな
もっとね、その黄色の面積も多いとか、その黄色がちょっとちゃんと綺麗な黄色なんだけど、ちょっとレモンイエローっぽい感じのやつとか、ね、ベタ塗りのね、ちょっともっとね、ちょっとどぎつい黄色の子とかね、マジでいろいろ選びたい方なの、うん、レプタイル総局名古屋店となっております。はい、やっぱジャングルはこのもんにして、次はどれにしようかな。どれがいいですかね。これが、インボイスで言うとハイパーセントブレッドリージャガー、はい、66% ヘッドストーンウォッシュ、はい、ハイパーセントです。はい、何ですか。まあパーセンテージが多いってことなんだろうけど、うん、おそらく75だと思う。おう、でこの割とさ、今までずっとブレッドリージャガーっていうのは安定して入ってきてたんだけど、うん、まあ言うて何がブレッドリーなの。まあもうはっきり言っちゃうけど、いやまあジャガーもブレッドリーとはみたいな答えが結構多かったんだけど、うん、今回入ってきたこのハイパーセントブレッドリージャガーって、いやマジで一目でブレッドリーって分かるのよ。通常なんていうのかな、この名植部の色、ちょっとこのクリームっぽい色、うんうんうん、緑がかったクリーム、はい、してますね。で、ブレッドリーって赤いじゃん、うん、だから単純に混ぜると赤くなると思ってる人結構いるんだけど、いやそうはならなくて、うん、ブレッドリーと混ぜるとなぜか黄色がこういう色になる。へー、抜けちゃうっていうか、なんか不思議な作用がそういう色になる、うん、なんだけど、このハイパーセントの意味っていうのはそこじゃなくて、柄がさ、ブレッドリーの色になってるでしょ。そうですね、うん、これがそのハイパーセントの理由なんだよ。うん、残ってます。そうで、これはヘテロストーンウォッシュなんで、おそらく、まあ、ブリーダーとしては、まあ、おそらくというか間違いなく、まあ、ハイパーセント の, あのブレッドリーストーンウォッシュジャガーを作りたかったんだろうなと。これがね、でもね、これ個人的な話、個人的に思ってること言っちゃっていい、はい、あんまりネガティブな話かもしれないんだけど、ここにね、プラスでね、ブレッドリー入れたらもうね、ブレッドリーになっちゃうと思うんだよ。戻っちゃう。例えばここにブレッドリーもう一回かけるとするやん、はい、より赤みを求めて、はい、そうするともうブレッドリーになっちゃうんだよ。うーん、ブレッドリーって強いからさ、その表現の与える影響が、だからまあ結構ベストのバランスで、でもジャガーとしての模様もしっかり、すごいしっかりしてるし、でね、これも今回一応ペアで来てる。そうですね、そう、まあ、今回映してる方はこれは男の子の子なんですよ。ヘテロ 66% だけど、まあ、ヘテロのストーンウォッシュが入ってるんで、うん、このペアで揃えてもらったらワンチャンこのパーセンテージのこの表現のままストーンウォッシュをぶち込めるっていう。そうですね、おー、そう、でもこれはね、俺すごい可能性あると思ってて、例えばこれがあのセントラルハイポピーじゃん、はい、あれがもし入ってたらもっと赤いと思う。この明色部、明るい方の部分の色がなんかブレッドリーらしいレンガ色じゃなくて、もっと明確に赤になると思うんですよ。じゃあそういう風にしたもの、まあ、例えばそのままでもそうじゃなくて、このハイポが入った状態でもそれはアルビノ化したら、赤いカーペットのアルビノ化できるよね。おお、すごいですね。そうだから、ブレッドリーってそういう意味ではすごい可能性秘めてて、でまあうまい具合に75になってる子だから、ここに別のものを当ててもここに戻してくることは比較的簡単にできる。うん、だからこれに関してはそのペット的にも、ね、見た目的にもすごいかっこいいからペット的にも変えると思うんだけど、いい、ね、2歩3歩先、1歩先じゃなくてその もっと向こう、2歩3歩先のブリードを見据えたりとかっていうこともできる。そうですね、そう、個体なんで、これ結構ね、個人的にはおすすめなんだよね。うん、ちょっとなんか喋ったら全然わからなすぎて、もう納得しかできない。あ、そうか、相槌しかされないから、ね、全肯定かなこの方って勘違いしちゃうでしょ。そうなんだと思って。だからカーペットの繁殖ってここ数年でさ、一気に今めっちゃなんか喉になった、うん、入ってたかどうか。カーペットの繁殖って少し前までは本当に難しい、誰でもができることじゃないっていう風になったのから、うん、ここ数年で一気に繁殖成功してる人増えてきて、うん、で少しずつその繁殖が、まあ、もうちょっとしたら一般化していくのかなっていう風になった時に、やっぱこういう子を持って、うん、そのいいですね、確かに子供がどうとかっていうよりは孫の世代、そのさらに子供の世代でよりいいものを、うん、より素晴らしいものをっていう風な先を見据えた戦略を、ね、練って、本当に長い目で10年とか15年っていうスパンでブリードラインを考える時のスタートにできること、うん、ここを
ブレッドに単体から始めるとめっちゃ大変なのよまた作ってさらにって、そう単純にここまで持ってくるのに、うん、単純な計算でいくとね、ブレッドリーとセントラルパイソンとジャガーをかけるでしょ、はいはい、そうすると 50% ブレッドリーのジャガーがかけるでしょ、そうですね、はい、で今度そこにこの子を作ろうと思ったら、じゃあ無理だ、このでここにもう一回セントラルをかけるのよ、あ、そうじゃあ、はい、そうするとハイパーセントセントラルになる、はい、だからここに来るまですでに2世代かかってる確かにそうですね、もうできてますもんね、それで。だから本当にこの子単体でも、まあ本当にちょっと動画でね、どこまでね、そのかっこよさが伝わってるかわかんないんだけど、めちゃめちゃ暗いですね。だいぶ辛いんよ。暗い、うん、本当に。だから動画でどれくらい良さが伝わるかちょっとわかんないんだけど、うん、単体で見てもめちゃめちゃかっこいいし、そうですね、未来を見据えても無限の可能性が広がってるっていう、ね。だからこれからそのカーペットっていうものがどんどんブリードっていうものが現実的なものになっていく中で。だからこそこういう答えが出てきたのかなっていう気もするわ。喋り出したら止まらんな。本当ですね。ね、やり始めね、やる前はね、カーペット取る何喋りゃいいねんとか言っとったもんね。本当ですね。多分ね、これはでね、これはね、うん、あのライブショップ出ます。はい。はい、でその時に、まあ、僕が喋ってる以上の深いことを、まあきっと多分。まあそうですよね、まあ言うてカーペット担当だね、そうです ね, ねもっともっとね、すごいね、誰もがね、うわっと思うようなことをね、タムがね、喋り散らかしてくれると思うん で, そうです、ね、だから皆さんそこにもね、期待していただければいいかなというところで、次行きましょう、はい、はい、で次はそうなん、あのカーペット、はい、ね、せっかくカーペット入ったんでカーペット続くかと思いきや、ちょっとカーペットじゃないよ、一旦はい、こちらです、はい、お、見てくれ、久しぶりに入ってきたラフスケール本当です ね, ね、一時期はね、本当にね、毎便毎便ドンがね、ドンの便にラフスケールいて、いや、ごめん、もういらんなってたんだけど、はい、そうなったらなったでさ、今度来なくなったら来なくなったで、なかなかね、そうですね、みんなまた逆に店内からいなくなりました、うん、そうそうそう、久しぶりに入ってきたかな、でラフスケールって、なんでラフスケールパイソンっていうか知ってる、うん、ラフって、ゆるいとかね、ではないそっちのラフじゃん、ない、うん、だからラフスケールって鱗が均一に整ってない、うーん、で、これね、今ね、頭をしっかり見てもらうとわかるんだけど、頭のさ、頭頂部にさ、でっかい鱗が一枚あるのわかる、目と目の間のちょっと前ぐらい、わかりました、はい、だから、昔まだこのラフスケールパイソンっていうのが日本に入ってきてなかった時代、はい、写真しかなかった時代って、はい、そこに頭の鱗のサイズが不均一だから、ラフスケールパイソン、ここだけを見て、そうそうそう、だからそこをね、みんなね、ああ自爆スイッチのついてるヘビっしょみたいな感じで言ってたの確かにスイッチみたいなんだけど、あの入ってきてね、あ全然それ違ったなってことに気がついた、うん、めっちゃザラザラないよね、そうですね、触り心地が、うん、それは思います、ああ、これでラフスケールだったらしょぼいしたみたいな入ってこないと分かんないことって多いもんね、うん、カーペットとはやっぱり触り心地は違うですね、カーペットとはもう全然違う、うん、だから何が近いんだろう、でもアンゴラが違う、アンゴラは もちもちじゃん、確かに、うん、じゃあトカゲによります、うん、なんかどっちかっていうとそっちに近いぐらい、ね、なんか痛いとかっていうわけではないし、うん、引っかかるとかってわけでもないんだけど、ザラザラなんだよね、そうですね、しっかりしてます、うん、だから多分なんか結構その微量性傾向って言って、これさ昔さ、ラフスケールって昔はグリーンパイの足だったのよ、足関係みたいな、うん、大昔なんだけどね、だからおそらくグリーンパイみたいに微量性傾向強いと思うんだけど、うん、でこんだけザラザラの体してるってことは、いやあれじゃないかなと思ったの、サルスベリみたいなさ、ツルツルの木とかにさ、が多いところに住んでるのかな、何かしら理由はあるんだよ ね, で ね, あとね、俺がねラフスケール好きなんだよね、はい、目の色、おわかる、銀ですか、シルバー、スカイブルーっていうの、あーそっち伝わるかな、この、あちょっとわかりにくいな、ラインですか、いやなんか全体的にさ透き通ってる感じ、うん、透き通ったらなんかもうほ青っぽい、確かにこの眼球が俺すごい好きだよ、うん、お顔を見せて、うん、顔をね見せてくれてる、あ確かに結構さ、そのグリーンパイ、まあ、グリーンパイとかでもそうなんだけど、結構おとなしい子が多いよね、ラフスケールって、そうですね、うん、そう
今まで結構な数、まあ、みさきちゃんもね、あのお店のメンテナンスとかでやってきてると思うけど、多分かまれたことないと思うんだよな。そうですね。なんかおとなしいよ。なんかおとなしいカーペットの中のおとなしいこと同じくらいには信用できるよ、ね。そうですね。そうです。本当に。で今回ね結構ラフスケール数入ってきてて今までに比べるとだいぶお得な金額で並んでるん で、ね、でこのサイズ初めて見ました。ああかもしれんね。そうですね。と結構ねでラフスケールってまああの並べてみると分かるんだけど結構その模様の個体差が激しい、ね、だから今レプタイド東京に来ればラフスケールを並べて選ぶっていう、うんとんでもなく贅沢なことができます。いますね。まだね、でもこの今回入ってきたとはいえ、一、うん、回ね、全くいなくなった時期があるから、また次もまた入ってくるっていう保証もないし。またそうですね。うん。ちょっとね、これも本当にお求めやすい金額になってるから、うん、ちょっと今までずっとラフスケール気になってんだよねっていう人ね、もしいたらね、本当に来てもらえるといいかな。っていうところでラフスケールはさよならです。はい。はい。一旦ちょっとそれたもうこれで終わりでいいか。終わりにしますか。終わりでいいか。ピギスも気になりますけどね。ああ、いいの気になるやつ。この子はなんかすごいですよ、ね。おお、じゃあちょっと見せて。あ、いいね。いいね。いいね。はい、いいね。すごいですね。これは、うん。すごい。これはあのストーンウォッシュジャガーでね、入ってきたんだけど。はい。いや、みたいな。そうね。なんかね、これちょっと今ね、画面で見るとちょっと暗くなっちゃってるんだけど、現物ね、めっちゃ白い。白いですね。うん、すごい石みたいです。なんだろうね、今までも入ってきてる、見てきたでしょ、いっぱいストーンウォッシュジャガー。そうですね、だけど、桁違いだよね。はい。もう別物です、なんか。うん、なんかね。だから、これね、ちょっと俺もタムとちょろっと話してたんだけど、うん、ストーンウォッシュジャガーっていうコンボモルフ自体が、はい一つ上のステージに上がったのかなって。おお、あっちね。もうあのどんどんその当然さ、はい、より綺麗なものにしていこうとするわけ、ね、ブリードする以上、ブリードする以上ね、よりいいものを作ろうとしてると思うんだけど、うん、それが一つずつ成果として出た形なのかなと。おお、すごい、本当にすごいです。いや、これね、本当にぶっちゃけ本当にすごい、うん、すごい。だこれでストーンウォッシュジャガーってことは、はい、エクストリームがこうなったらどうなんだろう。いや、確かにね、すごいですね。いいな、入れたい。ちょっとね、おじゃあまずここから頑張ってもらう。そうだから、うん、正直さ、もう本当この子言っちゃうあれなんだけど、エクストリームもちょっとさ、まあ、いつもね、大体いるよね。いますね。まあ、はい、うちのね、店舗来てもらえれば大体いるよね、ぐらいなね、認識の方って、ぶっちゃけ結構多いと思うんだよ。うん、うちしか、まあ、取り扱いできないよとは言えど、うん、やっぱでも常時いたからね。いますね。ずっといます。まあ、いい、かっこいい意味なんだけど、成長すればそれほどどんどんかっこよくなっていくから、うん、別に俺はすごい好きなんだけど、うん、ただまあ、いつでもいるよ。そうですね。っていうところから、で、去年のさ、ちょうど今頃にさ、はい、リリースパターンのエクストリームが入ってきましたよ。あ、そうそうそう。ああいう方向に振っていくのかなって思ったんだけど、はい、もしかするとこういうところからのエクストリームが来たら、今までのエクストリームとはまた全く別のものができるじゃんね。だからこれはだからすごい可能性があるなと思って。で、単体で見てもめちゃめちゃかっこいいし。いいですね。で、今回ね、これオスなんだけど、メスのエクストリームを持ってる人とかさ、あー、いいですね。うわー、いやー、かけてもらったらすごいよねーって。そうですね、うん、だからね、これはね、本当にね、まあ、エクストリーム系、まあ、いわゆるミックス系の頂点で、エクストリームクレイジーストーンウォッシュジャガーって、はい、だからミックス系が好きな人にはね、もうかなり強く勧めたい、うん、今までのカーペットってない色だもん。いや、本当ですね。こんだけ並んでてもひときわ目引くしね。やっぱ今まで本当に美咲さんのようになってもう線引きだよね。カーペット見てきてもますね。でもやっぱ異彩を放ってるよね。すごいですよ、うん、なんかその同じ中でうわこれすごいクオリティ高いねとかじゃなくて、うん、なんだこれって言ってえってなりましたもん。これもね、できれば現物見てもらいたいな、うん、本当にそうですね。ただね、これで朗報なんですよ、はい、なんとこの子もライブショット出ます。お
ということはつまり、まあ、なかなかねとはいえ名古屋まで来れないよそうです、ね、方も多いと思うんですけど、うん、あのマサテルカメラでこれを見れます。楽しみです。そうで、しかもそこにあのこっち多分これ、うん、そうですね、またそう多分熱いこれが食いっていう、はい、だからもしそれが邪魔くさいなと思ったらミュートしてもらえるそうですね、カメラだけ楽しんで。そうこれはね本当にね、一見の価値があると思うし、この大げさじゃなくてね、カーペットバイソンっていうもののそのモルフの推移というか歴史というかっていうものを見たときに結構大きいターニングポイントになる。もうちょっとかっこいい言い方をするとシンギュラリティポイント得意点みたいな、はい、ここから変わる可能性がすごいあると思うんで、これはね本当に見ていただきたいし、うん、いいですね、そのエクストリームとかをね、うん、実際に買われてる方もたくさんね、たくさん買っていただいてるんで、うん、たくさんいると思うんですけど、まあ、そういった方にねブリードに使ってもらうっていう風にしてもらえるとすごいいいんじゃないかなということで、はい、美咲ちゃんの一押しストーンウォッシュジャガー、はい、あとはどうだ、まあ、ちょっとねまだ他にも本当にセントラルとかも入ってきてるし、そうね、スーパーキャラメルアザンジャガーとかもめっちゃかっこいいの来てるし、ね、ダイヤジャングルジャガーも今回久しぶりにすごくいいやつが来たりとか、あとはタイガーとかもね入ってきたりとかしてるんですけど、まあ、ただね紹介しきりがないんで。そうですね、うん、こんだけ喋ってますもんね。もうちょっと俺若干喉痛いね、喋りすぎました。こんなに喋る予定じゃなかったんだけどな、ね、じゃあもうこんなもんにしてエンディングいきましょうか。はいはい、はい、というわけで、はい、あのドン・パターソンの、ね、新入荷便、ね、いろいろと紹介していきましたけど、はい、面白かったよね。でも今回ね、なんか久しぶりに眼福というかで、ね、この新入荷便が入ってきたことで名古屋店のカーペットパンパンになりまして、はいはい、もうあのね、本当に隅々までみっちりカーペットが詰まっております。はい、実際どうだった新入荷、結構カーペットまとまった新入荷久しぶりだったと思います。そうですね、うん、やっぱり最後に紹介したストーンウォッシュだな、はい、あれめっちゃいいです本当に。まあでもそうだよね、小難しいこと分かんなくてもあれはもう、はい、目だけでも、うん、本当に一目でやっぱ、うんってなるもんね。そうです、今、まあこのね、こっち側にねカーペットがあるんですけど、こっちからパッと見てもやっぱりうんっていう、そうです、気になります。目引くからさ、はい、ああいうのも、まあ、今後もね、ああいうのもたくさん入れていけるように頑張っていきたいと思うので、皆さんね、買ってください。はい。はい。減らないと入れない。そうなんです。で、まあ、そういう冗談を置いといて、まあ、本当、店頭の方を聞いていただければね、今話してたことよりも、もう一歩、二歩、突っ込んで言えれるし、ね、まあ、当然ね、その、今週末、この週末か、にあるライブショップでもね、はい、僕の視点で今回は話をさせてもらって。そうですね。やっぱり僕の視点とタムの視点というのは違うので、彼の視点から の説明も当然ね、たくさん聞けれると思うので、そういったところもね、楽しみにしていただければいいんじゃないかなというところで、はい、まあ、この新入荷の紹介動画、終わろうかと思います。はい、なんだっけ、まあ、なんだ、チャンネル登録と高評価。あ、はい、だから動画見て面白いなとか、ちょっと勉強になったなと思っていただいた方は、まあ、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。はい。はい、じゃあまた次の動画が何の動画になるかな、またちょっとちょっと分かんないけどそうですね、うん、分かんないです。あ、あとね、はい、ライブショップ今回、はい、週末、まあ、いつも週末2日間、そうですね、今回3連休だっけ、はい、3連休の、まあ、最後、うん、なんか新企画、うん、新企画の発表ってあったじゃん、はい、すごいね、あれね、まあ俺もちょっと非常にね、いろいろと長く準備をして、はい、やっと形になるかなというところなんでね、まあ、この新企画の一つね、はい、か僕がメインの一つだと思うんです、ね、はい、で僕がメインだということは当然アシストで見たくてもこっちじゃなかった、向き合いの方じゃなかった、向き合う方じゃなくてどっちかというとこっちにいてもらいたいかな、はい、なんでね、そこもね、ちょっと楽しみにしていていただければいいかなと思います。まあ、じゃあそんな感じで今日の動画は終わりにしようか、はい、はい、じゃあ、チャンネル登録と高評価をお願いしたから、あとは終わりの挨拶だね。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。